こんにちは、マグハウスの村田です。本日は富山市下熊野にある H 様邸のお家のご案内をいたします。よろしくお願いいたします。まずこのお家の敷地面積は 90.8 坪、延べ床面積は 35.6 坪となっております。それでは外観からご案内いたします。外観は白いガルバリウムをベースとして使用しました。正面の2階部分にのみ塗り壁のグレーがアクセントになっています。またプライバシーを考慮して正面に面する窓の大きさを小さめに、そして高い位置に設けることで人の視線を感じないように考慮しています。また玄関も中が丸見えにならないように、道に対して横から入るように設計しました。それでは中へご案内いたします。玄関の窯地がこのように斜めになっているので、実際の広さ以上に広く感じられて、また靴の脱ぎ履きもしやすいようになっています。右側にシューズクローゼットがあります。このように雨具を置いておけたり、また可動棚となっているので、靴の高さとか量に合わせて高さを変えることができます。広さも十分あるので、お子様の三輪車とかいろんなものを置いておくことができます。手前にもシューズボックスがあるんですけど、普段よく脱ぎ履きするたくさん使う靴はこちらの手前側で、すぐ取り出しやすいようにして、こちらのたくさん収納する場所にはたまに履く靴とかたくさん持ってらっしゃる靴を置くようなイメージで2つ作っています。それではリビングへご案内いたします。LDK は18畳ございます。またリビングの後ろ入ってすぐ左側には畳スペースがあります。広さは4畳半ですね。東側道と横になる部分には窓を設けてます。すごく明るい和室になっています。この家でも床は無垢の素材を使用していて、その中でも7材を使用しています。対して和室はグレーの畳で、こういう奈良材とも相性の良い畳の色を使用されています。ダイニングの横に面する形でリビングがあります。南側にはソファーで座った時に隣のお家の木々を借景として楽しめるような高さに窓を設けました。また東側には大きな窓ありますので、朝とかすごい清々しい気分になれそうなリビングです。ダイニングの突き当たりにある収納をご紹介します。こちらは折り戸3枚分の大きい収納空間になっています。こちらもこのように可動棚になっているので、リビング収納とかダイニングの収納として使っていただくことができます。右半分はこのようにお布団をしまっておけるような棚を設けてます。こちらは和室でご家族様やご友人の方がこのお家に寝泊まりする際に使用するお布団をしまっておく場所として使っていただくことができます。 LDK の全体的な印象として、白と木目を組み合わせたシンプルで落ち着くことができるインテリアになっているなと思います。こういう照明とか白で統一されていて、シンプルでおしゃれなお家です。それではキッチンへご案内いたします。キッチンは少し濃いめのグレーを選ばれました。この LDK の中でインテリアとしてもアクセントとしておしゃれな空間を作っています。
キッチンの床にはフロアタイルを使用しています。少しベージュがかった優しい色味で、こちらも無垢の奈良材と相性がいい色になっています。キッチンは腰壁のないフラットなタイプのものを選ばれました。このようにダイニングと一体の開放感のあるキッチンになっています。キッチンの横にはパントリーとして使える棚とゴミ箱スペースがあります。こちらもリビングとかダイニングでくつろいでいるときに見えない位置っていうのを意識してここについています。それでは水回りご案内いたします。キッチンのすぐ裏側にはサンルームとして使えるスペースがあります。サンルームとして使うのはもちろん、あとは脱衣室とファミリークローゼットとして使える収納スペースを兼ねています。広さもたっぷりあるので多目的に使える広々とした空間です。お風呂は一面だけベージュの優しい色になっています。それでは洗面台へご案内いたします。こちらは木の素材を使った造作の洗面台です。このようにバスケットを使って収納することができるようにしています。こちらは扉がある収納です。隠す収納もできます。洗面台の上部にはこのように明かり取りの窓があります。片ガラスを使用しているので明るさを取りつつプライバシーを保つことができます。照明も可愛らしいですよね。こちらも施主様のお好みで選ばれたそうです。また木質と白い色がうまく組み合わさった洗面台なんですけど、こういう場所に白いタイルを使用したり、ちょっと印象的な可愛らしい照明を選ばれたりということで、オリジナリティのある洗面台になっています。洗面台の横の空間はこのようにトイレスペースとなっております。こちら正面の壁紙ではベージュを使用していて、こちらは濃いグレーのアクセントグロスを使用しています。それでは2階へご案内いたします。2階上がってすぐ左手には2階の洗面スペースがあります。こちらは1階に比べて洗面スペースは小さいのですが、好みをより反映させた可愛らしい洗面台になっています。この丸い鏡も可愛いですよね。照明はこちらの白いタイルは1階とお揃いになっていて統一感もあります。またこちらの空間は1階と同様アクセントクロスとトイレになっています。それでは主寝室へご案内いたします。主寝室は約7畳です。こちらもリビングと同様、隣のお家のギリを借景として楽しめる窓があります。またこちらの面だけ明るいライトグレーのようなアクセントクロスを使用されました。こちらはウォークスルーの収納と書斎のある空間です。ウォークスルーの収納を抜けた先に書斎スペースがあります。大きさはすごい大きいわけではないんですが、おもり部屋として一人の時間を楽しめるように少し暗いネイビーのような色のアクセントクロスを使用されています。趣味を楽しめそうな空間です。
します。このお部屋も高さを少しだけ高めにして、人の視線が感じられないような窓になっています。小さい窓も緑が感じられるピクチャーウィンドウのような窓ですね。こちらには全て合わせて12畳の広さがありますが、将来的にお子様が2人それぞれのお部屋を設けたいという時に仕切れるように、今扉だけ2つずつ作っています。壁と収納を一緒に作ることで収納で仕切るようなイメージになります。以上で富山市下熊野の栄一様邸のお家のご案内を終わります。また今後もマグハウスのチャンネルではこのようなお施主様のお家のルームツアーをご紹介したりしますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またこの動画の最後にいいねボタンを押していただけると嬉しいです。またよろしくお願いいたします。それでは本日のご案内は以上となります。最後までご清聴ありがとうございました。